カール・ハインリ・ヒルドルフ・ビル・ヘルム・フォン・シュテュルプナーゲルは、ドイツの軍人。最終階級は、陸軍大将。1944年7月の、ヒトラー暗殺計画に肩にし、失敗して処刑された。ブランデンブルクの名門貴族で、プロイセン王国軍人、ヘルマン・フォン・シュテュルプナーゲル中将と、男爵家出身の母の間に、ベルリンで生まれる。 第一次世界大戦に従軍し、1914年に、第二級、第一級鉄十字章受章。1916年、章園を所有する男爵の霊場と結婚した。陸軍参謀本部第三課長を経て、1938年から1940年の間不評大将として、陸軍参謀本部次長を務める。 第二次世界大戦初期の1940年、西方電撃戦で、フランスが降伏すると、独仏停戦委員会の委員長を12月まで、務めた。ついで1941年10月まで、第17軍司令官。独ソ戦初期の1941年7月1日、シュトゥルプナーゲルの第17軍が、東ガリツヤのリビウを占領すると、 ドイツのゲシュタポー及び親衛隊保安部隊の特務、グループ、ドイツ軍に協力する、外国人志願兵や地元のウクライナ人市民などが、同市のユダヤ人4000人を殺害した。ソビエト連邦側の発表によれば、このポグロムは、第17軍司令部の強さによるもので、ナチスドイツの指導部もこの出来事を、事情作用と肯定的に評価したという。 シュティルプナーゲル個人がこの出来事にどの程度関わっていたかは明らかではない。ただしこの説を唱えているのはスターリン時代のプロパガンダのみで他に資料は残っていない。1942年2月フランス軍政長官に転じパリに駐在する。前任の軍政長官オット・フォン・シュティルプナーゲルは遠い親戚にあたる。 ヒトラー暗殺計画に加担するが、1944年7月20日の結婚は失敗に終わり、シュトゥルプナーゲルは逮捕された。拳銃自殺を試みて失敗し失明した、シュトゥルプナーゲルは人民法廷で死刑判決を受け、ベルリン・プレッツェン勢の監獄で公主刑となった。1945年に刊行されたエルンスト・ユンガーの著書、平和。 ヨーロッパの青年への言葉、世界の青年への言葉の序文にはシュテルプナーゲルへの賛辞が述べられている。本書はもともと1941年に書かれ1943年には、ほぼ全体が完成していたが、以前からナッチに目をつけられていたユンガーは、出版を断念しており、国防軍における彼の上司であったシュテルプナーゲルは、彼と現行の飛語に努め、戦後、ユンガーから、 騎士的人物と称賛された。カナリス防衛用部長が推進していた、日独防強協定構想に対して、他の陸軍主流派と同様に否定的な立場を取った。同じく計画に加担していた、B 軍集団参謀長、ハンス・シュパイデルの裏切りにより逮捕されたとする説もある。河合善行、ユンガ政治評論戦、月曜舎、p 二十三 ありがとうございます。